おはようございます。おはようございます。お願いします。平役、岩田貴則さんです。よろしくお願いします。とにかく現場が熱い。本当に初日にして過酷な、環境の中で、皆さんとひと夏の思い出になるようななんかそんな作品に出会えるといいなとも思っていますし、本当に一丸となって熱中症に気をつけて頑張っていきたいなと思います。誠役、新田真剣佑さんです。よろしくお願いします。胸が痛くなるような脚本だったので、ハッピーな時と辛い時との誠をうまく出せればいいなと思いながら、こういう役かと思ってました。いいね、景色で感動できるっていうのはなかなかないよ。iPhone 買った時の最初のあれ見て。うわぁ、ってやりやがったな。はい、じゃあこれでいただきますよ。はい、お願いします。ありがとう。いいなぁ、めちゃめちゃ高い。ちょっと止めますよ、足。え、さっき幼稚がチキン買いに行ったから。もうすぐ来るよ、急いで。急いでるよ。俺もやる、俺も手伝う。これ全部やったの。そうだよ、すっげぇ。ありがとう。何回帽子取れんだよ。もう一回やるんですか。裏社会で生きる気だと表社会でのし上がった誠、幼馴染の二人にはある目的があった。本気か。本気だよ。ちゃんとそれは日本中を巻き込むある壮大な計画だった。一日あれば世界は変わっちゃうんだよ。ラスト20分の真実にあなたは心奪われる。誠、名もなき世界のエンドロール。